で僕も昔吹奏楽をやってたので、そういう場所がなくって、しかもマリンワールドを選んでくれて、すごいそれは嬉しいと感じました。初めの準備とか皆さんなかなか準備かかってるなと思いましたけど、もう時間いっぱい、ずっと練習されて演奏して、またその後水族館も楽しんでもらえてですね、すごいこっちも場を提供できて良かったと感じました。担当してた職員たちもですね、これどうしましょう、これどうしましょうっていうのはよく相談を受けてて、実は裏でですね、いやもうそこをやりましょうやっていうことで、できるところはできるだけ融通させてっていう気持ちでは臨みました。今回のために作った歌をみんなでやろうっていう、そのみんなでのプロジェクトっていう風な印象をすごく感じまして、なんかすごくこう合わさった状態を見たときに、すごくちょっとじわっとこう来てた部分がありました。ちゃんとその盛り上がりに合わせて、このマイワシたちをちゃんと動かせるかどうかっていう方が強かったんで、緊張の方が勝ったっていうのが正直な話ですね。ただ練習よりうまくいったんじゃないかなっては思います。変な話、こっちも楽しみながらやれてましたね。子供たちは本当に純粋な思いで音楽に取り組んでいて、でその発表の場がなくなった時にとっても落ち込んだと思うんですよね。でもやりたいっていう思いがあれば誰かに伝わって形になるって、で思って言葉にしたり伝えたりすれば人と人がつながってきっと力になるって、なんかそういうことをこの歌と歌詞から皆さんが感じてくれたら嬉しいなと思います。目標だったりどこを目指したらいいかわからない状況だったのが、子供たちがあんなにキラキラしてる姿を見たら、ああ素敵だなっていうのはすごく感じました。子供たちが頑張ってるからこそ私も一緒に頑張りたい、あなたたちが頑張る姿ってこう誰かを動かすことができるようなエネルギーがあります。だからこそ今の自分に満足せずに、今こうやって旅歌でできたことがあるんだからこそ、もっともっと成長してもっと素敵な人になってほしいなと思っています。ずっと応援しています。当たり前じゃないっていうことを、多分生徒たちも私たちも皆さん多分感じられたこの期間だったんじゃないかなと思うんですね。ということは今回のこの旅歌のことに関しても、多分当たり前っていうか流れでこんなことになったって思うことは誰もいなくて、本当みんなが支え合って、みんなが意見を出し合って、みんなが本当に一つの目標を持ってできたものだと思うんです。子どもたちに伝えたいことは、今後何か例えば壁にぶつかったりだとか、なんかこう悩んだりとかした時には、このミュージックビデオをもう一回見返してもらえて、あの時ってこういうことやったんだな、私たちこんなことやったんだなと、ちょっと自信っていうか、それのきっかけにしてもらいたいし、自信として大人になっていってもらいたいなと思います。この映像を見る皆さん、コロナ禍の中で吹奏楽のみんなとミュージシャンのみんなと一曲大事に大事に撮影をしてきました。いろんな思いが詰まっている曲ですので、何回も何回も隅々まで映像と歌声と演奏を楽しんでもらえたらなと思います。始まりの歌っていうところで、このご時世で何か一人一人、中学生も皆さんもそうだし、スタッフの皆さんもそうだし、見られた方もそうだし、僕たちも含めて何か始まるきっかけになった作品だなっていうのは自分の中で実感しているので、そこも踏まえていい映像といい音楽で堪能していただければと思います。よろしくお願いします。生徒の皆さんのですね、熱い眼差し、こちら必見になっております。ぜひご覧ください。本当に僕たちも感動しながら、
歌わせていただきましたので、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。僕も初めてのこの試み でミュージシャンの仲間と、そして中学生のみんなと、一曲を作り上げたわけですけれども、本当自分の中でも不思議なぐらい、サラサラっとメロディーが生まれてきましたし、その学生のみんなのメッセージっていうのもワードを集めながら作っていった歌詞も含め皆さんに楽しんでいただけたらなというふうに思います。やっぱりですね、生み出していくことってすごくこう難しいなという部分も僕はよく直面するんですけれども、本当にいろいろな方の力があり、そして支えがあり、ご協力があり、そして中学生のみんなの一音一音が吹き込まれたこの一曲、非常にですね、素敵な曲に仕上がったかなというふうに思います。これから先まだまだ大変な、時期が続くとは思いますが、皆さんの心に寄り添えるようなそんな一曲になったかなというふうに思いますので、ぜひとも皆さんの生活の中に、この始まりの歌お供させていただけたらと思います。